よみがえりの証拠です。我らは今力と勇気と信念と思ってよみがえり、新しき元気を持って正しい人間としての本領の発揮とその本分の実践に向かわんとするのである。我らはまた我が日日の仕事にあふる熱誠を持って赴く。我らはまた喜びと感謝に満たされて進みゆかん。一切の希望、一切の目的は厳粛に正しいものをもって照準として定めよう。そうして常に明るく朗らかに統一道を実践し、ひたむきに人の世のために役立つ事故を完成することに努力しよう。いつもならの言うことですが、ある旅ごとに諸君のあふれるような元気の顔を見て、これもひとえに真理のおかげだと思うと、何とも言えない私は歓喜以上の喜びであります。今年もまた今日の日のような裏若なこの気持ちで、人の模範となり先導となる天風会員の本領を発揮されたいことを希望します。何も格別難しいことはないので、教義の本体である尊く強く正しく清く生きがい、もうそれ以外の何者も私は諸君に要求してないんだから、どんな場合があっても自分の尊さを失わず、強さを失わず、正しさと清らかさを堅持しながら、いつも人の世の模範となって生きるということ。会員の中には何かこう真理を知って生きているという誇りの上に自分を何か非常にこう大きく見せようと思って努力する人もあるけれども、それは決して、しちゃならない無駄なこと。我々は誠の人として生きていいのでありますから、今も言った通り、どんな場合があっても自分の尊さを汚さず、強さを失わず、正しさと清らかさを堅持して、この世の中の人々の全ての幸福の先達となるというつもりで生きられたいことを中心から希望して、念頭のご挨拶としてあるそうです。終わります。そのお言葉の一つ一つは私たちの心に深く刻み込まれるのです。